必見、心が癒せる方法。心を解放するといいことが。こんにちは。今回は必ず気持ち悪い状態から楽になる方法をお伝えしたいと思います。この感染の中で今は落ち着いているかのように思われますが、また第6波は必ず来ると思います。なぜこんなに感染者数が極端に減ったのか、皆さんも不思議に思っていることでしょう。ではなぜなのでしょうか。ワクチン接種が大きな要因になっているかと思いますが、それだけではないと思います。皇室では眞子さまがご結婚されるとかで、東京も大変なことになっていると友達から聞きました。そういうこともあり、今は世の中がかなり変わってきていると思います。知らないうちに世の中が変わり、潰れていく企業や新しく始まる企業、それがとてもはっきりと分かってきます。私たちはどうすればいいのかと、気持ちだけでも楽になりたいと思いませんか。その楽になる方法とは、自分を解放することです。解放とは全てではないですが、ある程度手放すことを意味します。ごちゃごちゃしたい、いらないものはたくさんあると思います。それはもういらないと考えましょう。ものではなくて、あなたの中にある憎しみや羨ましい、あの人のことが腹が立つといった感情、いろいろな思いを捨てましょう。簡単に言っているみたいですが、これは重要だと思います。いつまでも憎しみや恨みを持っていても何もならないからです。それも解放してあなたの心から消しましょう。私もそういう経験はありますが、なかなか捨てがたいと思います。そんな簡単に言うなとお叱りを受けるかもしれませんが、やはりそれはあなたのためだからです。例えば誰かにとても迷惑かけられたとしたらどうでしょう。あなたはとりあえず話し合いをすると思いますが、その話し合いが決裂した時にはこの感情がかなり激烈しますが、一時的なものです。感情というものは厄介なものですから、爆発しないようにいつも心を静めて、たとえ爆発してもすぐには落ち着かないようでしたら、3日は心穏やかではないですが、それ以降はやめましょう。考えても何もならないことですから、それよりも心をいたわってあげましょう。きっと心が楽になりますから。簡単なようで難しいことなんですが、やれば必ず自分の人生がいいように向かいますから。人生がうまくいくということはとても幸せです。幸せは心を解放することです。ぜひ一度やってみてください。あなたの幸せをこの YouTube から祈っています。この感情というものは厄介なもので、誰がどう言っても自分の心は自分で心を落ち着かせないとどうにもならないわけです。友達に愚痴を言ったら女性は割と楽になるんです。でもそれは根本的解決でしょうか。違うと思います。やはり根本的には自分が大人になって、その人を許しましょう。例えば迷惑をかけられたら、当時はムカつくでしょうけれど、いつまでも憎しみの感情って人間は持てないはずになっています。スピリチュアル的に言いますと、心を解放するということは許しをするということにつながります。許しをするということは、やはり
その人を許すと同時に、また新しい自分も生まれてくるということです。少し大人になる。何回も何回もこういう腹立つこといろいろあるわけなんですね。生きていたらその都度ずっと根に持ってたら心が楽にならないし、また病むことになりますから、一回一回それは逃げずに解決しましょう。逃げたら必ず次のハードルは越えにくいです。また逃げると第三のハードルはもっと越えにくいです。でとうとう越えられなくて逃げてしまう。逃げて逃げて逃げる人生、それはやめましょう。必ず一つ一つ自分の心に解決をつけて、そしてまた解放して頑張っていってくださいね。必ず第6波は来ますから、その、マスクのない人とか、もういいよいつでもマスクは売ってるよとかってよく言う聞く話ですが、都会の方ではまたマスクがわよわよなりますから、少しストックしておくこと。そうすれば来春にはきっといい春が迎えられると思います。そしてこの日本の経済はもっともっと今よりもっと、春になると決算とかありますから、もっともっとすごく落ち込むと思いますが、でもそれはもうこういう仕方がない事情ですから、今会社が倒産せずにやれてた、今仕事を失わずにやってきている、生活できている自分をありがとうと思いましょう。ですから頑張らない、もう無理って、無理無理じゃなくって、もう頑張るんです、もう頑張るしかないんです。ですから、事業者の人とても困っておられます。その人に私は今ここでもう頑張ってと、あと少し、あと少しだけ頑張ってというふうに、私もそう思いますし、皆さんもそう思って毎日を有意義に過ごしてください。ではまた次回に。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。本当に感謝です。この魔法のニベルセーヌは11月少々で100回を迎えます。その100回記念にはとてもスピリチュアルの温かい物語を配信希望しておりますので、よろしかったらまたご視聴ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。